起きるんです、奥さん。私と一緒においでなさい。でも、私…さあ、ためらわずに。お名前を、奥さん。渡りひろみです。ここどこですの？ご災難でしたな。え？奥さん。あなたは死んだのです。死んだんですって？そう、よくあることですよ。酔っ払い運転の犠牲、やむを得ませんな。死んだなんて、そんな、信じられませんわ。交通事故の方は皆さんそうおっしゃいます。だが事実は事実です。お願い、私は死ぬのは嫌です。うちに子供が3人もいるんです。小学生の女の子と幼稚園の子と1歳半の子が。主人はいません。せめてあと5年でも生きられたら、あの子たちも大きくなりますし、私がいなくてもメルもトトタッチ死んだなんて嫌だ。お、できた。知恵の輪が外れたぞ。3年の間外れなかったんだ。おお、そりゃめでたいな。奥さん、外れましたよ、知恵の輪が。私、それどころじゃありませんわ。奥さん、その知恵の輪は運命の知恵の輪です。それが外れるということは、あなたの運命を変えられる特典ができたんですよ。え？つまり奥さんはたった一つお好きな願いが叶えられる。何でもお望みのものをどうぞ。じゃあ生き返らせてください。それだけは規則でできません。何か他に、お金以外のもので、例えばお子さんの健康とか知能とか。え？何が欲しいですって？